ハンスオルデはドイツの画家である、バイマルのザクセン大公国立美術学校の校長などを務めた、シュレースビヒホルシュタイン州のスードラウの農家の一人息子として生まれた。農家を継ぐことを父親から期待されたが、1879年になってミュンヘン美術院に入学し、ルートビヒホンレフツに学んだ。1883年に友人となった、 彫刻家のブリットとイタリアに旅し、3年間滞在した。パリの展覧会に出展して、印象派の画家たちの作品を知って、パリの私立美術学校、アカデミー・ジュリアンで学び、印象派のスタイルや、天描技法の作品も描くようになった。ドイツに戻った後、1892年に結成されたミュンヘン分離派の設立メンバーの一人となった。 1894年には、故郷のシュレースビヒ・ホルシュタイン州の美術団体、シュレースビヒ・ホルスティニシャン・カンストガノッサンシャフトを設立した。その後、数年間はデンマークなどを旅して、作品を制作した。1898年には、ベルリン分離派の結成にも参加した。1902年に、バイマルのザクセン大公国立美術学校の校長に就任し、 教育方法を改革し、女子学生の入学も許可した。1905年に友人のブリュットがバイマール彫刻学校の校長になると二つの美術学校を統合して、グロッセハーツグリックゼクシシャホコシューレフィアビルダンド、クンストインワイマールとした。1911年からはカッセルの美術学校の校長も務めた。ありがとうございます。